マッカーシー、ノムベテが右に開いています。とにかく怖いのは6番のフォーチュンと15番のノムベテと、そして17番のマッカーシー、この3人なんです。しかしこの3人がボールを持つと本当に恐ろしい。ですから先ほどの一番最初ボールを受けたシーンは、はい、中盤のディフェンスラインと、さあ持っていきます。バックリー、バックリーがボールを入れる。マッカーシー、あーとノムベテフリーにした。ノムベテ危ない危ない、よかった。俊介か、中村俊介、中村俊介ですね、はい、いやよく帰りましたね今。中村俊介が非常にいい。ただこれ1点取られた時と同じような考え方で見ますとね、そのボールサイドにディフェンスのラインが引っ張られてるもんですから、はい、一番最後の選手どうしてもフリーにしてしまうんですね。でこの選手をフリーにさせないためには今のように中村が戻ってこなきゃいけない、はい、さあ長いボールは、ボールは込まれている、危ない、うん、危ない危ない、ハンドですね、ハンドの反則がありました、はい、これは南アフリカの選手の手に当たりました。とにかく最低気温が、まあ、氷点下にもなろうという現在のキャンベラです。先週には雪も降りました。その状態でここまでの芝生を仕上げました。さあバックリー、バックリー、バックリー持ってくる、バックリー、危ない危ない、あのボールが生きている、危ない危ない、おお、ですね、やはり今のもディフェンスの前入ってきますんでね、はい、やっぱり人数だけは垂らしておかないと。この後、この後ですね、今も中村俊介ですよ。あ、そうですね、ですからね、僕はね、ここのポジションに誰かを入れてね、はい、もっとこう前線の仕事をさせてあげたいなと思いますけどね。中村が確かに今日本のピンチを2回救いました、はい、しかし日本のピンチを救っているようでは日本のチャンスを作れないわけです。